私ずっとワンマンやりたくないって言って避けてたんだけど、フェスだったらやりやすいんだけど、なんかあのワンマンはすごい難しい。自分のことだけを、カンパネラだけをこう楽しみにしてくれてる人が世の中にそんないると思わないし、そんなにこう愛される状況に慣れてないっていうか。今年が初めてなんですよ、こんなフェスたくさん出るの。急にめっちゃ増えたの。もうでもすっごい成長したのと思います、フェスを経て。何千人っていう前で、またこの人数で自分一人でライブすることがあるのかどうかっていうのも思ったし、ただどんどん慣れてったし、やっぱ大きいところの方が断然気持ちいいし、私ちっちゃいところでやったらちっちゃい分体もちっちゃくなるんですよね。コンセプト今回は全然決めてない。アルバムの世界観がこうちょっと残ればいいなと思うけど、なんか曲一曲ずつで変わっていいかなと思ってたの。一曲ずつで演出が違うみたいな状態で、てか演出家を頼んだ人はいないんだけど、みんながなんかなんとなく遊びでやってくれてるみたいな。やっぱ一番ワンマンが苦手で、しかも東京が一番苦手だから、みんながこう手伝ってくれてうまくやれてよかった。いや、なんか、満足はできた全然、うん、なんか一個のバランスっていうかやり方が見えてきたからよかったな、うん、完璧じゃないけど、あ、いい仕事したって感じ。頑張ります。